ライブニュース生放送でお送りしています。さあ続いては今気になる人、物、場所をお伝えするカズさんの今のコーナーです。今回ご紹介するのは木更津エンゼルアーティストに続いて活性化が期待される木更津駅西口を、味はもちろんその店主のキャラクターで明るく元気にするラーメン屋さんの西山屋さんです。そんな西山さんと中継がつながっています。早速読んでみましょう。チョコリン、うわー美味しそうだね。ということで、ショコリンです。今私はですね、市営の駅前西口駐車場の初向かいにあるラーメン屋の西山屋に来ております。こちらのラーメンはですね、ジャンルでいうと家系のラーメン、豚骨醤油のスープになっております。いろんなね、バラエティ豊かなメニューがある中で、こちらがダントツ人気の納豆ラーメンになります。ポイントはですね、納豆をかき混ぜないで食べるのがポイントらしい、コツなんですよね。ということで、こんな感じで納豆の上にこうやってこんな感じにして食べちゃおうかな。うん、ほんとね、この納豆のネバネバとこの豚骨醤油のスープがね、ほんとにめちゃくちゃ相性合うんですよね、納豆で、うん、はい、あ、ということで、こうしてる、今、美味しすぎてこうしてる、呼び込みましょうか。ということで、ラーメン界のメンターテイナーを歌うオーナーの西山さんって、いや、どこ行く、こっちこっち、通り過ぎてるから、こっちこっち、こんにちは。生放送だ。え、そうですよ、もう始まってますからね。昼なんですよ。いや、昼です。それに忘れるのも劣らない千葉ライブニュースです。はい、よろしくお願いします。近いのよ。はい、ということでオーナーの西山さんです。ご紹介していきたいと思います。はい、オーナーの西山さんは木更津の人気ラーメン店林屋で15年修行して独り立ち、屋台から始めてこちらのお店を持つようになりましたが、今バズり倒しているのが数ある必殺技です。空飛ぶ湯切りにタイガースープレックスなど、言ってる意味とその効果はよく分かりませんけど、ありとあらゆる手段でお客様をもてなそうとする、そのそういう気概はですね、素晴らしいですよね。これは子供向けですね。かわいい。そんな西山さんを一躍有名にしたのが、屋台時代に広い屋外で生み出された殿下の宝刀、スーパージャンピング湯切りなんですが、スーパージャンピング、はい、なんでまたこんなちょっと気候、あ、すいません、メンターテイナーを始めようと思ったんですか。はい、やっぱ木更津を盛り上げようと、はい、西口を、西口でやってるんで、うん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 、今のこう国吉さんとか、はいはいはい、エンゼルアーティストをやってて、はい、そうですね、一緒に盛り上げようと思って。なるほど、そう、今日ね、出演していただいてた国吉さんもね、お知り合いというか、看板を作った中ということで、そうなんです、はい、西口を明るく元気に盛り上げようとして始めていただいたんですよね。はい、あと有名になりたいと思います。正直、素直、とても大事です。はい、さあ、そんなスーパージャンピングイクリを今日はですね、特別に店内で披露していただけるということなんですけれども、はい、特別にやっちゃいますよ。本当ですか。はい、普段やってますから。やってるかい。お客さんに頼まれたら、ね、あ、もう毎回やってるんで、はい、ぜひお願いします。はい、お伺いしたいと思います。成功率は、成功率は生放送ですよね。そうですよ。じゃあ 99% だ。やりましょう。いや、 99% ということはもう成功しちゃうんじゃないですか。楽しみ。よいしょ。うわ、ちなみに私何度か西山さんにお会いしてるんですけれども、スーパージャンピング切りまだ成功したとこ一回も見てないです。そんなことない、そんなことない。今日は絶対に見れるんじゃないかなと思ってます。 99% ですからね。さあ、どんな感じで始まるんでしょうか。じゃあそろそろ行きますよ。はい、お願いします。はい、仕事させてもらいます。お、麺を今揚げましたね。釜から揚げました。いきます。